言霊のの力でであなたの人生を変えるコーチものです今回のテーマは魂レベルが低い人の特徴です、まあ、魂レベルが低い人に関わると大変なことになるんで、まあ、それをしっかりと見極めてこういう人を避けていく必要がありますよね。でじゃあどういう人が魂レベルが低いのかっていうと、まあ、まずぼんやりとしたイメージから説明したいんですけどそれな何となく弱い人ですね弱い。うん 波動が弱いってのかな、スピリチュアル的に言うと。波動が弱い。で、影響力が弱い。うん。で、影響力が弱いって言っても別に地位がないとか、そういうことじゃないんですよね。だからたとえ地位が高くても影響力が弱い人っていますから、だからそういう人っていうのは何、なんだなたたずまいが良くないって感じですよね。うん。だから、うーん、その人のたたずまいだけで、まあ、周りが影響されて、 いろんなことが進んでいくっていう人は魂レベルが高いんですけどまあたとえ地位が高くても強引に言うことを聞かしたりとかその権力に物を言わして何かをやらすとかこういう人っていうのは魂レベルが低いんですよだから見た目の問題じゃないんですねまあ見た目的に強そうなことを言ってるから魂レベルが高いのかなっていうふうに思いきやそうじゃないんですよね例えばモラハラ気質な人っていうのはすごく強いわけですよね言葉は強いだけど その人は実は弱いんですよ。うん。弱い人。つまり、魂レベルが低い人なんですね。で、まあ今こういうふうにぼんやりとしたイメージを言ったんですけど、じゃあ、これは一言で言うと、どういう人かっていうと、覚悟がない人です。覚悟がない。うん。だから、自分の人生を自分で切り開いていくっていう覚悟がないんですね。だ他人に常に依存している。さあいろんな意味で。 ただ、モラハラキスな人っていうのも依存してるんですよ。うん。だから、なんて言わんのかな、全体的にはだらしない感じですよね。だらしない感じ。まあ、例えば、言葉っていうのはすごく真理を言い当てていることが多くて、まあ、うん、腹をくくるって言葉がありますよね。腹をくくる。腹が座る。これって腹じゃないですか。まさに腹。で、腹のあたりって丹田ですよね。 丹田ンンがしっかりしてるとその人って強い人になっていくんですよ例えば病気をしにくいであったりとかうーん生活全体も整っていきますよねまあ大体そうですね腹がだらしない人ってなんかだらしないイメージじゃないですかで生活全体もなんかあまりシャキッとしてないイメージ一方で生活が整ってくるとなんか腹の辺りもシャキッとしていきますよねでこれはスポーツなんかでも言えることであって体幹が整うといいプレーができますよね 体幹、つまり腹のあたり、体の真ん中のあたり、真ん中のあたりが整うと、まあ、パフォーマンスが良くなってくるわけですよ。だから、見た目的に、まあ、もし判断するとするならば、その人が魂レベル高いか低いかっていうのを判断するとするならば、その人が、なんか腹のあたり、腹のあたりを見て、シャキッとしてるかどうかっていうことですよね。まあ、もちろん、 いろいろ職業柄とかで腹が出ていたりとか、まあ、その人が持っている基本的な体型とかあるいは今現在の体調とかの問題もあるんでだから単純に腹が出ていればなんかだらしなかったら魂レベルが低いかっていうとそうでもないんですけどその、まあ、イメージ的な話ですよ腹のあたりを中心になんかシャキッとしてるかなっていうだから姿勢とかもそうですよねなんかだらっとしてるような感じの人 だから姿勢が悪い人ってもう腹のあたりから崩れてるような。だから体の真ん中がないような感じですよね。なんかシャキッとしてないような感じ。ちょっと押しただけで倒れそうな感じ。だからそういう人っていうのは魂レベルが低いんですよ。一方ですごくシャキッとしてる。うん、姿勢がシャキッとしてる。そういう人っていうのは魂レベルが高いんですね、うん。まあこういうことを言うとですよ。まあいや、姿勢でそんな人生なんて変わんないでしょっていうふうに。 いいう人がいるかもしれないですけど、まあ、あのその人のまあ姿勢っていうとちょっと語弊があるんですけど、まあ、一番適切な言葉は佇まいですね、うんまあ、さっきもちょこっと出たんですけど佇まいっていう言葉が一番、うん、しっくりくるかなだからその人が持つ雰囲気だからその人がシャキッとしてたらその人のたたずまいってなんか美しいじゃないですか一方でだらしなかったらもうずまいとして現れてきますよねだからいくら その場を取り繕おうとして、まあ、姿勢を正す教室かなんかに通って、その場だけ姿勢を良くしようとしたって、なんか出るじゃないですか、その人のたたずまいに。だからそれって隠せないんですよね。だから普段どういう意識で暮らしているのかっていうのが、もうその人のふとしたたたずまいに絶対現れちゃうんで、だからその人がなんとなくその体幹とか腹とかそういったあたりを中心として、なんかだらしないなっていう雰囲気がした場合は、その人はもう魂レベルが低いですね。 だからあでまあなんで関わらない方がいいかっていうとエネルギーをひたすら奪われますからとのも魂レベルが低い人っていうのはもう自分を生きてない人なんですよねまさに自分の魂この魂が弱いわけですからだから常に周りからエネルギーを奪うようなことをしてきます、まあ、だから自分で自分の機嫌を取れないんですよねだから誰かに励まそうとしてもらったりとか同意を求めたりとか だから特に論破とかが大好きな人っていうのは魂レベルが低いんですよ論破っていうのは自分と同じ意見になってくれないと嫌だってことですよね自分の方が強いというふうに思ってくれないと嫌だ,だ相手の意見が違う場合に自分の優位性を示したいってことですよねで相手が自分と同じ意見になってかつ自分がちょっと優位な立場に置かれたら安心するってことじゃないですかでこれって自分で自分の機嫌を取れてないですよね つまり魂が弱いんですよ。魂が弱いから他の人からエネルギーを奪うんですよ。だけど、魂レベルが高かったら、自分で何とかしますから。だから自分がなんか、ちょっと弱ったみたいなことがあった時に、いやでも大丈夫だよとか、そういうふうに自分に声かけをしていく。まあそういうふうに自分だけで何とかなるみたいな。まあもちろんこれは人に相談しちゃいけないとかそういうことじゃないですよ。うん、あの、相談とかはどんどんしていいんですけど、その代わり、相手の方に、 エネルギーを与えていいかないとダメですよね。それもせずにひたすら奪っていくだけっていうのはこれは本当に奪ってるだけですよね例えば、まあ、相談に乗ってほしいというのであればまあふから自分もその人に対していろいろと助けてあげたりとかそういうことをしている必要がありますよねでないと本当に単に奪うだけじゃないですかあるいはお金を払うっていう方法がありますよねお金を払うことによって相手にエネルギーを示す まあそういういにすることによって、まあ、自分の中からエネルギーを差し出していくっていう必要がありますよね。でそれもせずに単に相談乗って乗ってっていうだけだとこれなんかイメージ的にかまってちゃうんじゃないですかかまってちゃう。だけどそれじゃあやっぱりかまってもらえないわけですからねだからどういうことをするかっていうとその魂レベルが低い人はどういうことをするかっていうと、まあ、自傷行為とかをしてみんなに心配させるってことをするわけなんですね。 自分の中からエネルギーを一切差し出さないわけですから差し出すことなく周りから注目を浴びてもらいたい心配してもらいたいっていうふうに考えるわけですからそのためには自傷行為をしたり不機嫌になったりうーん泣いてみせたり泣き叫んだりそういうふうにすることによって、まあ、自分は被害者なんだっていうそういうふうにアピールすることによって周りから心配してもらうということを狙うわけなんですねでいう,うとってまさに弱い感じですよねなんか弱い感じ でさっきも言ったんですけどその見た目的に強くても実は弱いって場合がありますからねそれがまさに権力にものを言わせて無理やり人になんかやらすみたいな人ですよそういう人っていうのは自分のたたずまいで人に影響を与えているわけじゃないですよね自分の権力で影響を与えているわけですよねだから自分の権力というものに依存しているわけですよだからその人は権力がなくなったらもう本当ふぬけになっちゃうっていうかだって魂レベルが低いわけですから だけど佇まいだけで人に影響を与えられる人っていうのは別に権力なんていらないんですよだからこれって例えばスポーツの監督さんとかにんよくある例でその人のたたずまいだけでみんなが動くっていう場合があるじゃないですかでその人は一応監督っていう立場なんだけど別にその人がたとえ監督じゃなかったとしてもあこの人のために動きたいっていうことで周りが動くんですよね だけど一方で自分は監督なんだからってことで強引に言うことを聞かすみたいなそういう監督さんもいるんですよね。でそういう人っていうのは、まあ、魂レベルが低いわけなんですよ。まあ、だからあんまり関わっちゃいけないんですよね。まあ、実際そういう人を監督さんに据えてしまうとそのチームは弱くなってしまうわけですよね。だからこの場合だったらまあその人に関わってしまったってことですね。その人を監督にしたってことはその人に関わってしまったってことですよね、チームが。 だから、本来なら遠ざけるべきなんですよ、そういう人は。だから、別に監督でも何でもなくても、その人のたたずまいだけで、あ、なんか、みんなが明るくなれるとか、そういうような人を監督にすれば、まあ、細かい戦術とか、もういらないんですよね。ただ、その人がいるだけでいい。細かいことは、ちょっとその下の人がやってくれますから、いろいろ戦術組んだり。まあ、だから、監督はただいるだけでいいんですよ。まあ、だから、そういう魂レベルが高い人と積極的に、 仲良くくなっていく必要がありますよねそうすることで自分の人生も良くなっていくわけですから。じゃあです。じゃあ、そういう人と仲良くなっていくためにはどうすればいいかというと、自分自身も魂レベルを上げていく必要があるんですね。うん、やっぱ、魂レベルが高い人っていうのはすごくいろんなことがよく分かってますから、魂レベルが低い人に対してあれこれ言っても、もう何も始まらないなってことが本当によく分かってるんですよ。だから、論破とかはしないんですね。 ま強引に言うことを聞かそうとしたりとかそういうことはしないんですようんあのただ見守ってるって感じなんですね魂レベルが低い人に関してはもう何も手の施しようがないからうん関わらないんですよねまあ関わらないってことはまあ別な言い方をしたら遠ざけられるってことなんですよまあ遠ざけられるうん,うんこれどう言えばいいかなまあ 例えばこういった経験ってないでしょうかね。すごくあなたがまあ尊敬している人がいるとして、で、まあ、その人にまあ話しかけたと。まあ、何かしらのアドバイスを求めるかなんかで話しかけたと。で、自分は困ってるわけですよ。まあ、アドバイスを求めるぐらいだから困ってるわけですよ。で、困ってて、で、話しかけたと。で、話しかけたけど、その人は、 ただ微笑むだけで、あ、頑張ってねっていう、うん。具体的なアドバイスも何もくれずに、うん、まあ、頑張りなよっていう、その一言で済まされて、それ以上深入りできなかったみたいな、ないでしょうかね、こういう経験って。で、これって、その人は何でそうするのかっていうと、まあ、そ相談してきた人がですよ、まあ、 例えばそれがあなただったら、まあ、あなたがもし魂レベルがそんな高くないっていう状態だったらあこの人は今言ってもしょうがないなっていううんそのことがよくわかるからあまり深いことは言わないんですねむしろそこであれこれ言っちゃうっていうのは他人をコントロールする行為ですからね、まあ、だからそれは適切ではないとよくわかってるわけなんですねまあ なんて言えばいいのかな、まあ、あの、魂レベルがいかにも低い人って、イメージ的に言うとですよ、他人にケチをつけますよね、あれこれ。いちいち。まあ、そうですね、まあ、小じゅうとめみたいなイメージ。まあ、細かいところに目をつけて、ここだめじゃん、みたいな感じで、いちいち言ってくるような人。で、変な道徳心を植え付けてくる。あなたはこうするべきだ、みたいな。 で別に求めてもいないようなアドバイスをひたすら言ってくる。まあだからまあ余計なことをいちいち言ってくる、まあ、親戚みたいな感じですよね。イメージ的に言うと。まあだからそれっていうのは魂レベルが低いがゆえに他人をコントロールしたがってるだけなんですね。で他人をコントロールすると支配欲が満たされますからなんかちょっと元気になれるんですよ。だけどそれって本当に一時的なものですからね。だからひたすらそういう人って他人をコントロールする行為を繰り返すんですよね。 でも一方、魂レベルが高い人っていうのは、それは無駄だってことがよくわかってるんですよ。だから、あ、この人言ってあげた方がいいかなっていうふうに思っても、黙ってるんですね。今はそのタイミングじゃないっていう。で、もし言うとしたら、激しく挫折したりとか落ち込んでる時に、さらっと言うって感じですね。あの、人って挫折した時はすごく心が開いてますから、もう小さなプライドにこだわらない。 っってていう心境になってますからねだからそのタイミングであ「実はこんな考えもあるんだよ」っていうようなことを言うとちょっと通じたりするんですよね。でもそういうこともなく、うんまあ、ちょっと困っている程度であったりとか,、うん、だか自分を守ってるようなモードに入ってる感じの時まあそうですね例えば職場でもう人間関係に悩んでいってだけどそこにとどまろうとしてるみたいなそういうタイミングの時。 これってうのは、職場の人間関係に悩みつつも、そこから毎月給料がもらえるっていうメリットを享受しているわけですよね。だから、覚悟ができてないんですよ。つまり、魂レベルが低いんですよ。会社に依存しているわけですよ。まあ、自分の人生を自分で決めるっていう、そういう心境になってないんですね。まあ、だから、毎月毎月給料は欲しい、だけど人間関係の問題も解決したいという、こういうなんか、自分を守りながら目の前のことを解決したいみたいな、そういう、まあ、いわゆる虫がいいようなことを考えている。だから まさに魂レベルが低いような状態なんですけどこういう状態の時に何を言ったって無駄なんですよだけどもしその人がですよもう会社クビになっちゃったみたいなことがあった時はもう小さなプライドを守ってる場合じゃないですよねもう給料ももらえないわけですからでそうなると心が開くんですねいきなりバンとでそのタイミングであ実はこんな考えもあるんだよって感じで言うとちょっと通じたりするんですよ、まあ、なので魂レベルが高い人っていうのは そういういやり方をするんです、ね、まあまああのちょっと話が広がったようなところもあるんですけど今回の話まとめると魂レベルが低い人の特徴低い人低い人は何らか弱い感じです弱い感じイメージ的に言うと弱い感じでそれを言葉でもうちょっと具体的に言うと覚悟がないっていう感じです覚悟がないで覚悟がないっていうのを別の言葉で言い換えると腹をくくってないってことですよ 自自分分の人生ををで決めるいいう腹をくくってないだから、腹っていう言葉にまさに象徴されるように、体の真ん中あたり、なんか、うん、全体的にだらしないな、姿勢がだらしないな、だらっとしたイメージだなっていう人は、まあ、見た目的に、うん、分かる部分での魂レベルが低い状態ですよね。まあ、だから、こういう人に近づかないことがすごく大事になってきますし、自分自身もそういう人にならないようにしていく意識っていうのは大事ですよね。まあ、少しでも伝わればと思います。まあ、人生はいろいろですけど、頑張っていきましょうね。では あなたが進化するメルマガやってます。詳しくは概要欄から。